1957年ドイツ連邦議会選挙は、ドイツ連邦共和国の会員に該当する連邦議会の議員を選出するために1957年9月15日に行われた選挙である。セディ、シエスが50.2%の得票を獲得、戦後のドイツ史上初めて、かつ唯一となる連邦議会の単独過半数を占めることができた。 このため FDP 及び議席を失ったギガバイト部が連立から外れ、セディ、CS、DP の3党連立の第3次アデナウアー内閣が発足した。スピードも前回より支持を若干回復させ、31.8%の得票を得た。1953年選挙からセディ、CS とセディの2大政党集団へ支持が集中する傾向が強まった結果、 本選挙において、セディ、シエスとスピード、FDP の3党派以外に議席を得ることができた政党は DP のみであったが、DP の議席はセディとの選挙協力で過ろうじて得ることができたものであった。この選挙で事実上、セディ、シエスとスピードの2大政党集団に中間政党である FDP を加えた3党体制が完成し、 次の1961年選挙以降、1983年の選挙で、緑の党が5%阻止条項を突破して、議席を獲得するまで、3党体制が継続することとなった。ありがとうございます。